1950年から2009年までの国内の人口の変化トルクメニスタンの人口統計はトルクメニスタンの人口に関する統計をまとめたものである。この統計の中には人口増加率、人口密度、民族構成、識字率などの教育レベル、平均寿命、経済状況、信仰宗教、その他様々なトルクメニスタンの人口に関する統計を含む。 トルクメニスタン国内最大の民族集団は彼ら自身をトルクメン人と呼ぶ。トルクメニスタンの人口は1959年調査の150万人から1995年には450万人まで増加した。人口は2001年から2006年の間に500万人を突破するなど現在も増加傾向にある。民族衣装を着た。 トルクメン人国際連合による出生数と死亡数の一覧。ユルトに住むトルクメン人出生数と死亡数を年代ごとに示した一覧。アシガバートの老人以下の表はトルクメニスタンにおける1926年から1995年までの民族構成の変化を示したものである。独立以降、スラブ系民族の割合が大きく減少し、 カザフ人やタタール人の割合も減少していることがわかる。ウズベク人は現在トルクメニスタン国内においてトルクメン人に次いで2番目に多い民族となっており、ロシア人は3番目へと交代している。2001年2月にアシガバートで公表されたデータによると、全人口の91%がトルクメン人、3%がウズベク人、2%がロシア人である。 1989年から2001年までの間に、トルクメン人の数が250万人から490万人へと倍増した一方で、ロシア人の数は33.4万人から10万人へと減少、3分の1にまで減少している。しかし、トルクメン人が短期間に急激に増加するとは、考えにくいという見解も存在する。トルクメン語72%、 ロシア語12%、ウズベク語9%、その他7%。1995年時点において、広ア人人口の約22%がロシア語を流暢に操ることが分かっている。エスノローグによると、約50%がロシア語に関して、ある程度の知識があると答えている。その他の言語としては、1995年時点において、ペルシア語やパシュト語と共に、 バローチー語話者が36,600人いることが分かっている。ムスリム89%、東方正教会9%、不明2%最新の人口統計に関しては CIA ワールドファクトブック公式サイトを参照のこと。以下の人口統計は2009年9月時点における CIA ワールドファクトブックのデータを示したものである。 0から14歳 28.9%15 から64歳 66.9%65 歳以上4.3%対象年齢の男性の数を女性の数で割った比率の値を示す。出生時1.0515歳以下1.0215から64歳0.9865歳以上0.77合計。 0.98合計67.87歳、男性64.94歳、女性70.95歳15歳以上合計98.8%、男性99.3%、女性98.3%、中央アジアの人口統計。ありがとうございます。